おはだこはどうもメディアです。それでは BF2042 が発売されたということで、早速ねちょっとやっていきたいと思います。ちょっと今回ねオペレーターっていうのがあって、それで選べるんだけど、いろいろねなんか装備が使えるみたいな、このガスマスクみたいな被ってる子だとバリスティックシールドを使えたりとかなんだけど、今回ねちょっとね、まあ、結構人気どころは今、まあ、このグラップリング使える人とか、あとこのアーマーと弾配れるエンジェルいいよな、エンジェル好き、エンジェルとか、あとはなんか回復系に特化したファルクさんが結構ね人気どころなんだけど、今回ちょっとねセントリーガンを受けるボリスさんをね使ってやってみようかなと思います。ちょっとね BF ちょっと久しぶりなんだけど楽しみだね。 BF は、まあ、前回も5もねちょっと最近実況はしてたんですけど、なんかがっつり最初からやるっていうのは久しぶりなのでかなりね楽しみなんですが、まあ、ちょっとね昨日っていうか今日か、日付変わってちょっと遊んでっていう感じで、まだあんまりやれてはないんですけど、まあ、とりあえずねちょっとだけ遊びました。よっしゃやっていくか、やっていこうか、まあ、コンクエストということで、まああれだね、旗を取り合う、陣地を取り合うゲームモード。いやちょっとね一部のね武器が強かったりとかするんだけどね、その辺はね、おいおい。とりあえずなんかレベル上げないと武器とか解禁されないから、とりあえずレベル上げをね、頑張ってやっていきたいと思います。とりあえずね、楽しく遊ぶ感じでね、楽しく遊べたらなという感じで、やっていきましょう。さあ、来た。来たよ。ここねちょっとね広いマップ広いし、真ん中のなんか大きい船みたいのがあるんだけど、そこがかなりあれ、なんかバグって装備選べないんだけど、あ、始まっちゃったバグって装備選べなかったな。まあやられたらね変更しようかな。よっしゃ行くぜ。真ん中のね船みたいなところがすっごい激しい取り合いになるんだけど、よっしゃ行くか。銅座になっちゃったなちょっと感度とかね、まあ、調整しながら、あれどっち、あ、わっち、こっち側初めてかも。感度とかねちょっと調整しながらやっていきましょう。今持ってんのは LMG かな。確か、あれ何ボタンだっけ、バツ。敵軍のセクターチャーリーを占拠したぞ。あれ、ああこれか。こうねリアルタイムでサイトとか切り替えれるんだよね今作で。切り替えていこうかな。セクターのダッシュを始めろ。ダンヤンサイトだったりこういうサイトだったりをこうリアルタイムで切り替えれるっていう、これすごいよなマジ。ちょっとね色、これ UI っていうかこの表示の色っていうのをちょっと変えて、こう紫可愛くない分体、同じ分体の人の色を紫にしたんだけど、紫可愛くない最初ピンクにしたら、あの敵赤だから、敵と味方が一瞬分かりづらくて、ピンク可愛いからピンクにしよっかなと思ったらね、分かりづらすぎて、ダメだったから、紫にしてみたんだけど、紫可愛くないちょっと。お気に入り。同じチームの色をエメラルドグリーンみたいな色にして、ちょっと気分にね合わせてねここら辺変えようかなと思ってんだけど、さあ、おお、なんかジェット機落とされた。今回ね設定が近未来、ちょっと未来ということでね、いろんな装備がハイテクだったりするんだけど、目標を確保した。お、 B 取ったんだ。 B さんがねなんか上のあそこが高台が取れるから強くて、で B3 と B1 が近いから B3 取ればこう B1 んこんがらがってきた。 B3 取ればこう B1 もね制圧しやすいっていうのがあるから、こう B3 をできれば取りつつって感じかな。ヘリがね結構乗り物も結構強いからね、乗り物上手い人が来られると結構きついんだけど、どうぞマジで
初めてなんだけどさ。俺に任せろ。俺に任せろ。やばい。これ縦の出番でしょ。縦でも楽しいかも。とりあえず LMG ね、使っていこうかな。あ、敵いる。よし、やって。ここら辺来るとき多分縦を。どうだ、結構渋いな、声が。これ何持ってんの？あ、弾薬箱だ。弾薬箱配って。ここら辺もね、結構カスタマイズ性が。今回高くて。あ、やっべえ、うめえ。一瞬でやられちゃった。多分ヘッドショットだな。蘇生は無理そうだな。スキップしよう。敵も結構入ってきちゃったね、B さんに。ちょっと取り返さないとな。あ、ここでスペシャリストとか変えれるんで。まあでも動作はちょっと楽しいな。まあでもちょっとね、ボリス使ってみて。で、自分のね、装備も、ここで武器とか自由に変えれるんだけど、こうプリセットみたいな。自分であらかじめやって、すぐ切り替えれたりもするんだけどね。どうしよっかな。ちょっとランチャー持とうかな。まあ、ランチャー持つんだったら、弾配れるエンジェルがいいか。まあ、普通に突撃系タイプで。ちょっと LMG 使ってやってみよう。ちょ、B さん、あ、やばい、光線中、大丈夫かな。ちょ、B さん、B2 取られてんだね。B さんを守りつつ、かな、とりあえず。B さん守りつつ、B1、ちょっと取られ気味って感じだね。ちょっとセントリーがさ、あれなんだよね、勝手になんか敵を、おわ、来た、ワンちゃん。これワンちゃんね、強いんで、ワンちゃん呼べるんだけど、呼べるかな、呼べるね、ワンちゃん、行け、ワンちゃん。で、これセントリー置いとくと勝手にね、こうスポットとかして、いてて、横横、あー、ヘリだ。くー、マジか、ヘリうまいな、マジで。ナイトバード、ヘリね、強いってか乗り物強いんだよね、全体的に。お、レンズ、お、ワンちゃんがやってくれた。蘇生来てくれるかな、蘇生要請。分体関係なく蘇生できるキャラがエンジェルと、回復できるキャラ。あと分体はなんか同じ分体員なら蘇生できる。お、あ、ありがとう、嬉しい。行くぞ、ワンちゃん。B1 が取られちゃってるのか。もうちょっと進めて。敵が見えない、あ、いるな。味方部隊がブラボー1を攻略中だ。敵を倒した。敵やって、レンジャーはね強いから。あ、ディズニー敵めっちゃいる。あ、今いけよな。あ、やった、ナイス。ここら辺にセントリーして、やべ、死ぬ。回復欲しいな。お、敵スポット、セントリー加速して、お、レンジャー頑張ってんじゃない、ワンちゃん、ワンちゃん、俺のワンちゃん。ちょっとグレネードを投げていくか。ほいほい、弾も配って、あ、やったね、いいね、いいね。あ、制圧した、ワンちゃんすごいね、めっちゃ器用。あ、なんかいるな、敵外にいるな。上制圧してから、ちょっと下のやつやるか。あ、エイムが下手くそでした。エイムが下手くそでした。ちょっと待って。セントリーがね、マジで勝手にね、いろいろ、あれしてくれるから、スポットしてくれるから、マジで強いんだよね。いた。いた。これ SVD かな ?SVK、SVK かな。お、めっちゃ活躍してるじゃん、セントリー。敵を倒した、敵を倒した。ボリス結構ね、好きなんだよね、この。イケイケか。あ、センテリー撃って。撃って、何何？何のダメージ今。今何当たった？え、事故？なんか事故？事故った？蘇生してくんないかな？ダメかな？え、かわしてくれ。ダメ。治療してくれ。手当てを頼む。あ、ダメっぽい。治療してくれ。ダメっぽい。結構敵が後ろから来たのか。ワンちゃん、でもワンちゃん頑張ってるね。ワンちゃん強いよね。ワンちゃん可愛くてマジずっと召喚した。あ、B3 取られてる。B3 取られて結構きついんだよな。あ、ヘリの人がいるから、ちょっとヘリで援護するか、一緒に。
イル強いからね。あーむずいむずい。目標が攻撃されてるぞ。ちょっと一回降り、あべえ、めっちゃ遠くなっちゃった。乗り物、こういう時は乗り物を、あれはなんか乗り物乗り、今回どうなんだろうね。途中で降りたらやっぱダメなのかな、露覚されるのかな、敵に。あんまりされないんだったら手軽に、なんか怖い戦闘機怖、手軽になんか出せるんだけど、遠いところに出ちまった。遠いところに出ちまったぜ。露覚されないんだったらさ、あ、なんか今敵露覚されないんだったら、こういう時にすぐパッて車両出していけるけど、どうなんだろうね。 B3 取りたいけど守り硬そうだな。 B2 も取られてんな。 B3 ちょっと味方分隊に任せて、ちょ、 B2 取りに行くか。 B2 取りに行こう。あ、バリケードが置いてある。バリケード、バリケード出せるね。キャラもいるんだよね。あ、敵いたね。センテリーここに置いとくか一回。あ、ここ意味なくね。セントリーを配置。セントリーを配置。敵めっちゃいない。よし、やばいやばい、いる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 、そこいるそこいる。グレード、グレード、グレード投げまくれ、グレード投げまくれ。弾置いて、ここにセントリー置くべきだったな。やばい敵、あーくそ、みんな強いな。サーマシンガンかな、 PBX45。 サーマシンガンはちょっと使いたいけど、ここ結構中はいいけどさ、外がね、俺のことは気にするな、結構広いからね。ちょっと LMG 使おっかな、やっぱり。わあ、めちゃくちゃ取られてきたね。やば。じゃあ、味方さんに合流して、一緒に行こっかな。怖っ、ここどこ。あ、なるほど。完全に理解した。怖っ。怖い。あ、いる。いや、めっちゃ、これやばいな。センテル置いて、声置いて、何す、めちゃくちゃ声荒げるな。蜂の巣にしてやる。ん、あれいなくなった。それセントリー、あ、いた、センテル壊せる、いた、よしよし、強敵を倒した、強敵を倒した。ちょっとセントリー起きて、セントリーがまだ復活してない。あ、味方来てくれた、ちょっと超嬉しい。センテリー置きたいな、どっかに。ここら辺に置きたいか、まだ使えない、リロードしとこう。怖い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 。あ、取った取った。あと B3 だね、ここあれだな、 B3 から B2 見下ろせちゃうから、ちょっとここら辺にセントリー置いといて、一回ちょっと多分まだ B2 取りに来ると思うから、置いといて。こう、わ、ここすげえ上に登れるんだ。めっちゃ撃たれそうじゃない、怖い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 、やばい、これまずい。あっ、ぜ、腰なめ、難しいね、LMG。結構 PBX45 使ってる人多いね。サーマシンガン、あ、たぶんなんか、アサルトが、やばいな、これ。B2 取れたけど取り返されそうだな。まあ、でも大丈夫そう。とりあえず一回 B1、B1 行くか。アサルトライフルかなんか、なんだっけ、オープンベータかなんかで結構暴れたらしくて、かなり弱体化食らった影響で、なんかアサルトライフルがあまり強くなくて、サーマシンガンと、まあ、LMG と、なになになに、わ、これヘリじゃないのこれ。よしよし、ちょっと一回、敵が目標を占拠したぞ。一回ちょっと敵いるから、いた、よしよし、リロード。敵いるな、来るな、めちゃくちゃ優秀。え、そんなスポットできんの。いやー、めっちゃいる。めちゃくちゃいる、何人おんねん。アサルトライフルかね、結構弱体化されちゃったらしいから、なんか結構みんなやっぱアサルトじゃなくてサーマシンガンと LMG と、あと SVD、 SVK、 SVD っていう単発銃、マークスマンライフルみたいのをね、結構使ってる人が多いイメージかな、現状。
ちょっとやった感じね。どれだっけ、ここマックスマンがね、あ、今見れないか、解放されてないから。そんなことより味方さんに急いで出て、上登った瞬間死にそう、これ。あ、大丈夫、味方がいるな。セアでした。ナイスナイスナイス、超ナイス超ナイス。ここにセントル置いとくか。置ける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 。これヘッドに当たると青色なんだ、ね、今回ね。グレーン投げまくって、グレーン投げまくって弾補給して、俺は弾だ。おお、味方来てくれた。後ろ、あー、マジか、後ろの後ろか、後ろが薄かったんだな。しまった、蘇生して、蘇生無理かな、きついか。くそー、難しい。だ、LMG 強いけど、なんか癖で一方向っていうか、後ろから来られた時とかの反応がちょっと鈍っちゃうんだよな、癖で。やべ、あ、いるな、ここに置いとく。セントリー準備完了。サブマシンガンとか使ってる時は、おお、味方の戦車だ、かっけー。すぐね、いたよね、今反応できるんだけど。あ、ちょっとわけわからねえ。あ、やってくれた、ナイス。味方の車両がこんだけいれば下は大丈夫そうだな。上だな、上に急いで行こうかな。よーし、オッケー。うわ、やば、大丈夫、やばいねこれね。セントリー、セントリーない、セントリーがない、敵だ、敵めっちゃいる。よしよし、センテル置いて、ワンちゃん呼べるかな、ワンちゃん、ワンちゃん呼べる、いけワンちゃん。この座標にレンジャーの効果を要請する。ワンちゃんと一緒にずっと戦いたいレベル。あ、上は取ってんだね、味方さんが。めちゃくちゃいいじゃん、いい感じに B3 取りに、ちょっとずつ前進していきたいな。目標の支配は失われた。ちょっとグレーン投げつつ、あ、いけそういけそう、あ、いけそういけそういけそう、今いけそう。横から吸収して、いけるいける、これいけるぞ。ワンちゃんとセントリーがめっちゃ頑張ってる。多分敵いいんだよな。ちょ、セントリーを回収しときゃよかったな、さっき。ここら辺にセントリー置きたかった。セントリー壊して、セントリー結構もろいから壊すのは楽で、ここにセントリー置いちゃって、よし、セントリーちゃん、いいぞセントリーちゃん。受けるんだよな、ボイスが。ワンちゃん強いね、やっぱりね。いけいけワンちゃん、ワンちゃんとセントリーでもう一人分隊みたいなもんだもんな。一人分隊って分隊いいんだけど、分隊に。あー、当たんない、倒しきれない。でもいい感じに、いい感じに制圧できてる。で、ここら辺にいて、後ろ、横、いた、たたたた、ワンちゃん強い、マジで。味方が目標を失ったぞ。いるんだよね、多分ね。セントリーを、あ、後ろ取られてるな、次。ここも取り合い、ほんと激しいな。あ、見えないな。ちょっと逆、逆、次逆。セントリーちゃんをここら辺に置きたいね。セントリーちゃん、設置。ワンちゃん生きてる？ワンちゃん生きてる？敵だ、ちょっと一回リロード。おばあちゃん生きてるね、ワンちゃんマジで優秀、全然食らってないじゃん、マジかよ。行こう行こう行こう、後ろは大丈夫かな、大丈夫だね、よし、前行こう。セントリーが結構やってくれてるから、もうここら辺手厚、うん、うまいね。PBX45 ちくしょう、ワンちゃんごめん、先にやられちゃった。あー、まずいかな、蘇生いけるかな、いや、きついか、敵いるもんな、そこ。ワンちゃんがめっちゃ撃たれてる、やばい、急いで復活しよう。めちゃくちゃ激しいな、ここ。味方さん、あ、でも味方さんちょっとやられちゃった、分隊の方やられちゃった。
こっから出て速攻で復帰しようか。ちくしょう、やられちゃった。よしよしよし、登るぜ。行こう。お、分隊さんありがとう。行こう。まだ取り返すんや、俺たちの聖地を。あ、 A1 取られてる、まずい。味方側が取られてる、まずいまずいまずい。 A も取り返さないと まずいぞ。旗をやっぱ過半数取ってる方が有利になるから、こうチケットっていうね、こう上に一番上に書いてあるやつがなくなった方が負けだから、ちょ B1 と B3 をとりあえず取って。でも敵が今 A にめっちゃ行ってんだな多分。あ、でも A 取り返せそうだから、多分次またこっちの B1 とかに帰ってくるんじゃないかな敵が。ということでちょっと防衛戦だなこれ。 B3 取られたらまずいけど、なんか B1 に来そうな気がするから、ここ守ろうか。セントリー設置。セントリーを配置。敵来てるね、敵来てるね、来てるね。取ろう取ろう取ろう。 A1 は多分味方さんがやってくれるはず。このまま取ってくれそうな。ここ怖っ。ここにセントリー設置するべきだったんじゃねっていう。いるね。もっとエイムが上手くなりたい。なんか今回ね、まプレ4でね、今、まあ5ね、欲しいけど手に入んないからね、今。プレ4でやってるんだけど、エイムアシストがね、あんまり強くないらしくて、やっぱちょっと PC 版とかのマウスに比べると、ちょっとエイムが、やっぱりちょっとしづらい部分があるんだけど、まあそれでもね、やっぱりしっかりね、正確に狙えるようになりたい。っていう願望。ちょっと待って、すごいうろうろしちゃった。B2 取られてんのか。B2 行こっかな。B1 と B3 は、あ、後ろ、まず、あ、マジか。まあ目を離したら来ちゃった。来ないなーとか思ってたら、なかなか噛み合わないね。まあでも多分アサルトライフルもね、普通に使えると思うからね、やっぱ使い手次第だと思うんだけど。さあ、激しいなマジで。 A1 大丈夫かな。でも取ってるから分隊さんに湧いて大丈夫。どうしようかな。うわ、やばい、痛い。セントリー置くか。攻めてきたら、攻めてきたら撃つぜっていう姿勢を。うわ、後ろいる。まずいまずいまずい。うわら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 、うわー、やったけどやられた。スナイパーだ。かっこいいな、スナイパー。かっこいいね、スナイパー。蘇生は無理か。難しいな、どうしようかな。あ、でも、あ、B2、B3 ちょっとやばいか。B3 の援護行こうかな。B3 は取られるわけにはいかない。あ、待って、まだ A1 取られてんのか。まずいな。あー、どうしよう。とりあえず一回 B かな。でも A1 取んないと、まずいか。どうしよう。これ B2 まで取られたらやばいよ。まあ、A1 は多分ね、車両、戦車とかの方がね、行ってくれると思うんだよね。あれ？え、うまっ。あ、ナイスナイスナイス。え？敵のラジコンか。当たんないな。B1、B3、まあ、取りに来るよね、多分ね。ここに置いとこうかな。B2 見れるし。で、ん？下にいる。いるね、B2。あ、やったっぽい。で、B1 が取られかけてる。B3 やばい。なんか結構やばそうだな。大丈夫かな？ピピピピピ。B1 がまずいかな。ちょっと B1 向かうか。犬呼べるか。呼べる呼べる。上になんか戦車っていうか、なんか乗り物もね、呼べるから、ちょっと待って。結構、
上に多分乗り物呼んだら強そうな気がするけど、あ、上に敵いんな。あそこから分かれちゃうんだよな。まあいいか、とりあえずここに置いて弾を。あ、みんななんかボリス多くね。いいね、ボリス祭りじゃん、セントリー祭りじゃん。でちょっとグレネード投げつつ、グレネード補充できてない。ピッ、敵だ今の当てられないか。いや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 、うおっと、びっくりした。見事こ蘇生いけっかな。いやあれきついな、ちょっと車線が。うおーっと、よし。お、セントリー活躍してる、めっちゃ。あ、やばいやばい、やれないやれない。グレネード欲しい、グレネード。セントリー壊しとこう。いいね、なんかめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。セントリー超活躍してる。後ろ大丈夫、大丈夫だね。いいよいいよいいよ。あ、なんか敵ペッサブッシュを。ちょっとグレネードを補充したいけど弾薬はここがない。セントリーちゃんと一緒に戦いつつ、敵めっちゃ多くなってきたな、まずいなこれ。よし、セントリーもう一個置いてリロード。セントリーちゃん可愛いな、ちょっと可愛くなってきた。置いてグレネード、グレネード、ほい。いいんじゃない、いいんじゃない。やっぱやっぱ弾薬は正義やで。おわ、これ楽しい、今超楽しい弾薬もうちょっと、弾弾、グレネードと弾をください、グレネードと弾をください。でもなんかめちゃくちゃキルしてる気がする、セントリーちゃんが。これバリケード張るキャラも強いね。 B1 をね制圧しに行きたいから、今前進するべきなのかな。今ちょっと進むか、B3 は大丈夫、大丈夫かな。とりあえずちょっと進むか、 B1 取らないとまずいから、ちょっとずつ進んでいく。でここにセントリーちゃん置いといて、いてててててててで、ここでやばいやばいやばい、大丈夫。うわ、犬だ、犬強えだ、犬対策にやっぱ EMP みたいなとかが強いんだろうな、きっと。犬強いこれはちょっとすぐ出るか、やばいやばい、押し返されそうだな。B2 で湧いて、あ、あ、なんか下から、下からなんだ上じゃないんだね、あそこから登れるのか。急いで戻って、ちょっと押し返されないようにしないと。多分裏をねちょこちょこ変えてくれてる人がいるから、そこに合わせて正面も突破して、ここどうまで登るのこれパラシュート展開、いてててててて、死ぬ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 死んじゃう死んじゃう。センテリー設置、センテリー設置、あ、センテリーなんか変なとこ行っちゃった。ララ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 ラ、バリケード買った、バリケード買った。こんな硬いんだバリケード。グレネード、グレネード投げまくって、うわ、めっちゃ補給してくれてるおかげで、仲間がグレネードめっちゃ投げれる。シルダーも使う、よし、みんな補修だ、弾弾薬を持ってけ、グレネード、グレネード、グレネードしよう。セントリーちゃんもちょっとここら辺に置き直したいな、持ってくればよかったね、回収すればよかった。あ、セントリーだ、セントリー壊して、お、置ける置ける、置いて、いい感じいい感じいい感じ、また戦線維持できそう。後ろ大丈夫、ん、大丈夫、
怖いな、こっから来そうだな。あ、やっぱいいんじゃん。よし、危ねえ。吉松さん、やってん、大丈夫かな。弾配ってワンちゃん召喚できるかな。あ、いけるいけるいける。ワンちゃん行こう、ワンちゃん行こう。レンジャーを送り込め。意外と敵がね、敵の押し返す力がすごい。あ、下入れ、下入れじゃん。登ってくるかな、大丈夫かな。目標が攻撃されてるぞ。大丈夫かな、とりあえず。とりあえず前進みたい。あ、うわ、びっくりした。ワンちゃんか。前行くか。敵いるね。あ、ちょっと狙えない。うわ、めっちゃいるな。あ、やってるやってるやってる。あ、B1 取れるんじゃない ?B1 ちょっと任せようか。ちょっと、もうちょっと後ろから多分裏を描いてくる人がいるから。やばい、来てる。オッケーオッケーオッケー。その人たちをちょっとやる感じで行こう。多分来るでしょ。やばいな。やっぱりな。オッケー。よし、弾だ、みんな。弾、弾。貪欲だ。セントリーちゃん生きてる、まだ。生きてるね。セントリー強いね、こういう時。このマップ結構強いね、セントリーちゃん。なんかもううろちょろしてるだけだよけど、味方だね。ワンちゃん、D1 は大丈夫そう。もうここ守っていけば多分大丈夫じゃない？どう？大丈夫だよね、多分ね。なになに？ワンちゃんそんな器用なところ行く。大丈夫っすよ。セクターブラボーの制圧が完了したぞ。お、すげえ。あれ、ドローンとかも撃つんだね。よし、セクターの関数を獲得。多分ここら辺守っとけばとりあえず大丈夫かな。ん、大丈夫大丈夫。敵をスポット。あ、下にいるのか。登れないっていう。怖い怖い、落ちそう。補給物資投下準備よ。うん。なんかここ数分何もしてないけど、まあでもここ守るのが多分大事だから。 A1 がちょっと見えないな。ブラボ22取られるのか。そしたら行くか。じゃあよし、来た。あ、味方、ごめんなさい、ごめんなさい。びっくりした。さあ、敵がどこにいるのかわかんないね。いた。お、やった、やった。よし、B2 取り返した。で、また上に登ればいいんだもんね。勝った、勝った、勝った？ OK！ 敵部隊が撤退。いいね。今日は噂通りの活躍だったな、ローパット。いや、いいんじゃない？スペクタクレア。これ最後の画面なんとも言えないよね。思った通りの結果だ。かっこいい。今を楽しむのが人生さ。この回復する人も結構良さそうなんだよな。これね、戦績さらされるのがちょっと恥ずかしいよね。イエーイ。レベル進行。おー、いいね、レベルね。とりあえずレベル上げないとマジで装備が出ないから、どんどんね、とりあえずレベルを上げたい。OK。おー、なんかいろいろ出た。何これ、迷彩かっこいいじゃん、これ。なんか LMG 楽しい。やっぱ BFLMG 楽しいよね。ずっとなんかダダダダダって打ってるだけで楽しいもんね。ワイルドキャットかっこいい。ボリスの服がどんどん出てくる。
ボルスって、いや、センテリーガンね、楽しいんだよね。よし、行動開始だ。 OK、ということで、今回はね、ちょっと最初ということで、まあ、ちょっとね、録画環境っていうか、編集とか録画とかの環境を今ちょっと整えてる環境で、環境で整えてる影響で、まあ1試合だけちょっと撮ったんですけど、まあ次回からね、できれば2試合とか、もうちょっとね、長時間の動画をね、上げられたらなと思います。BF ね、ちょっとまず楽しいので、またやっていこうかな。でもオペレーターね、マジで、いろいろ使いたいからね、試していこうかな、また。武器とかもね、まあ、とりあえずレベル上げないといけないからね、レベル上げよう。ということで、今回はこんな感じで、またね、戦場で会いましょう。また会えたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。